スとバナナクレープが真冬のおすすめだよ。じゃあオムライスとバナナ、あ、でもイチゴとラズベリーの杏仁豆腐もいいな。あ、どうしよっかな。お兄ちゃん、バナナクレープおすすめなの。バナナクレープ、やっぱバナナクレープ食べたいな。はい、ありがとなの。さすが星川。せーの、ご主人様おめでとうございます。悪の目、もっと面白いサービスないのかしらね。つかお前何時間いるんだ。紅茶はいかがですかご主人様。あの、 やめてそれ、ご主人様っていうそれ。なんでですかご主人様。なんでって、一年三組で喫茶店やってます。ぜひ一度お立ち寄りください。美味しいケーキもあります。みんな見るだけで入ってこないね。ダメかな、アグレッシブメイド喫茶。これで繁盛したら奇跡ですね。奇跡起きないかな。お茶がしたいのでメニューをいただけるかしら、ウェイトレスさん。来たよ奇跡。すごくいい匂いがする。もう誰も着てない古いやつみたいだけど。お嬢、私たちに命令してみて。では一列に並べ。お嬢っていうより教官っぽい。まあ使える身なら言葉遣いから直しなさい。解雇するわよ。はい、お嬢様。え、なんで。オレンジタルトおすすめなんだけど。え、カホちゃんのおすすめ。ちょ、何勝手に聞いてんのよ。独り言よ独り言。あんたたちにおすすめなんてするわけないでしょ。オレンジタルトお願いします。こっちもやるな。プリ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 リン、どすこーい、食べたくなっちゃった。何してんだお前。どすこーい。お待たせしました。ご主人様、うん、似合うかな。わあ、由比ヶ浜さんかわいいね。ねえ、八幡。ああ。そっか、ありがとう。貴様はただのメイド越しだ。魂が入っておらん。我はむしろ。な、何。ご主人様。そのような駄菓子、一口食べれば十分だ。むしろ俺の口に入っただけでも光栄に思え。バカモン、食べ物を粗末にするな。なんだ、貴様、俺のお母さんが何かか。かわいいかわいい、ゴシロリメイドウェイトレスだ。お客様、なんかすんません。クドレフカ君がメイド姿で掃除するなら私も参加するんだがな。あるいはナオエさんでも良いのでは。なるほど、捨てがたいものがあります。嫌だよ。可愛いのにやらないのか。やらないよ。これもいいわ。まゆちゃん、これ本当に制服なの。そうだにゃん。にゃん、ひなちゃんもやってみて。にゃんにゃん、にゃんにゃん、かわいいわ。普通のものを普通にうまく作るのは難しいんだぞ。エリスはいいお嫁さんになりそうだな。何を言うのだ君は。何すんだいきなり。口を開けろ。おい、避けるな。私が食べさせてやろうというのだ。なんでだよ。それがメイドの務めだと聞いたぞ。早くアーンをしろ。どうだうまい。失礼します。先輩、お茶入れてきます。キャバちゃん的中だって。
バナナクレープにしてくれたらお姉さんが食べさせてあげる。バナナクレープでお願いします。今回は見逃すか。前にも言ったよね、洗濯物を舐めるのはやめろって。はい、これからは小林さんを直接舐めます。舐めるな。それと洗濯の仕方間違ってますか。間違ってる。洗濯の手順を言ってみろ。はい、まずポケットの中を透視能力で確認しました。うん、無地と柄物は分けて洗剤も変えて洗いました。うん、傷みやすい生地の口洗いで。おーい、ですから汚れのみを溶かす場合は。ビジュアル重視っつったろうが。あ、このままでってことですか。そういう問題じゃない。おい、おかえりなさい、お姉ちゃん。おかえり、お姉ちゃん。ちょっと、笑うなんてひどくな。ゆきのやば、めっちゃ似合ってる。超綺麗。どうも。それよりここには川崎さんはいないようね。調べたのか。シフト表に名前がなかったわ。おかしい、何がだよ。ツンツンした女の子が密かに働き。にゃんにゃん、お帰りなさいませ、ご主人様。ってなんであんたがここにいんのよ。となるのはもはや失礼だろうが。いや、意味わかんねえから。ピクシーメイドアシュミーです。今日も目いっぱい頑張りますみー。すこアシュミー先輩。その名で呼ぶんじゃねえ後輩。ねじ切るぞ。すみません。チアちゃんの仕事着が着物以外って新鮮だね。たまには様相もいいわね。ロングスカートでくるくるしてみたり。似合ってるよ、本物のメイドさんみたい。そんな期間が。ダメイドか。いいだろう、今日という今日こそその根性を叩き直してやる。ジヤキ、どうな。はるか姉様。はるか、二人ともお掃除してくれてありがとう。すぐにご飯にするからね。あ、そうだ、まゆちゃん、接客のコツとかある？そうね、ちゃんと挨拶することと大きな声で話すことと、あとはだいたい笑顔で解決できるわ。かわいいな。そもそもお客さんめったに来ないし。何よこれ。どう見ても嫌がらせなんですけど。違いますよ、私ピサのシャトーなんて頼みましたっけ。これが当店のスペシャリティ、いちごクレープですよお客様。あ、サービスです。ゆっくりと召し上がりください。分かったわよ、受けて立とうじゃない。あの二人仲いいよね。のぞみ先輩いらっしゃい。でもさ、こんな広い屋敷の掃除とかめんどくさくないか。確かに。あー、すげえ、さすがトランス。この方が効率的です。平沢ゆいです。ちょっと待っててね、今お茶持ってくるから。これ持ってけばいいんだよね。暑いから気をつけてね。あっち、あ、大丈夫？お姉ちゃん？お姉ちゃんは座ってて、あと私がやるから。そう？ゆい。失礼します。演劇で使いたいというメイド服を届けに参りました。ご苦労様。いや、でも出島さん着てきちゃってますよ。ご心配なく、全裸で帰りますから。あなたの頭が心配。この指止まれ捨て